Vera FM presents Some Leaves. The fallen leaves let the tree thrive. Some leaves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 . The fallen leaves let the tree thrive. Some leaves. 皆さんこんばんは。サムリーブスオンベラ FM ナビゲーターのケンです。10月21日、いや秋深まるというかもう冬支度で、中にはストーブとか出してたりとかあるんじゃないかな。なんかすっかりこう寒さがより一層増して冬の準備って感じですよね。いやもうね、冬も嫌だけど、もちろん暑いのがいいかっつったら暑いのも嫌なわけですよ。まあこういう日はやっぱりこう季節のこうなんだろう移り変わりを感じつつも、でもやっぱり安定したなんかあったかいところでぼやーっとお酒とか飲みながら海とか見たいもんですね。さて、この番組ではフットボールクラブプリンアベーラ東京の今をお伝えし、革新的な意見や様々な挑戦など裏話を通じてありのままの姿をお伝えする番組です。練習やその他の活動はもちろんですが、プライベートまで角度を問わずエッジの効いた発信をしていきたいと思います。まあ、あのインスタのストーリーでも上がってましたが、まあ、本当に合宿の話は尽きないんですよ。まあ、何がすごいって、まあ、やっぱりね3年ぶりの合宿だから思いもひとしおだし、まあ、数々のそこに指導者が関わったっていうのと、やっぱりそこに来てる指導者っていうのはチームだったりとかグループ全体に理解を深めてるというか、理解がある指導者だと、まあ、俺は信じてます。でそういうこう信頼しきった指導者がしっかりとフォローすることによって子どもたちからの信頼も得られるし、子どもたちは安心して、まあ、全力で楽しめる。本当にね、帰りのバスの中まで全力だった。もう疲れて寝ちゃうでしょって思ってたけど、もうサービスエリアではなんだやれ何ガチャだったり、ガチャ知らない、ビッグラボン、あそれくら寿司かわかんないけど、なんかもういろいろとこうね、お土産買ったりとかで、それでなんかお父さんお母さんにお土産とか、なんかそういうのもなんかいいですよね。してね、これはね本当にね、合宿の2日目の朝っていうのは結構やっぱりドキマキするんですよ。例えば片付けが済んでない部屋とか、もちろん部屋の中が汚いとかあるんだけど、これねタイコーチが言ってたんだけど、三風と新と勇気の部屋がめちゃくちゃ綺麗だったって言って、一発でここまで持ってきたのはすごいっていう風に褒めてました。三風なんてもう小学校、いや幼稚園かなからすっごい長いこと経験して、もちろん泊まりの合宿も日帰りの合宿も数々の経験をこなしてきて、だからやっぱりね継続っていうのは本当に力だなっていうのは思います。今下手くそな選手でも、まあ選手は基本的に下手くそなんですよ。自分で上手いと思ってたらやっぱり成長はないわけだから、でも継続していくことによってジュニアもトップもそう、例えばレッサー場の生徒さんたちもそうなんだけど、やっぱ続けていくことの重要性っていうのを一回一回の、まあ、合宿だけじゃない活動でやっぱり感じます。でそこにやっぱりね謙虚じゃなきゃいけないわけなんですよ。でもうこれは本当にもうビッグイベントというか、個人的にすごいこう肝入りの、まあ、イベントというか、というのも今年でねプリンアベーラグループ20周年なんですよ。で20周年で、まあ、よく、20周年何やるんですかとか言われるんだけど、まあ俺も副代表のミヤも、通り道でしょみたいな、通過点でしょみたいな感じで別に何かやるつもりもないんですけど、でもなんか形に残さなきゃいけないなと思って、でこの合宿はすごいやっぱり僕らからしたら大きなイベントだったから、まあ、合宿のこの参加者に何かなんだろう還元してあげたいっていう気持ちで、20周年特別タンブラーを、コーチたちから、参加者のみんなにプレゼント。これはすごい本当に喜ばれるだろうなと思って、まあ、詳しい情報とかまだね、もちろん欲しいっていう人も絶対いると思うので、インスタグラムで、まあ、近日中アップされるでしょう。こうご期待。そんなチームのメディアコンテンツ、サムリーブスオンベラ FM、 どうぞ最後までお付き合いください。The fallen leaves let the tree thrive. This
program is brought to you by Warlocks. さてさて、今日もメッセージが届いております。皆さんありがとうございます。アゴグリから笹だけ参加いただきました。香水を買おうと思ってるんですが、おすすめの香水は何ですか？また今使っている香水を教えてください。私は甘い香りが苦手です。かといってダンディーな香りも好きじゃなくて。やっぱり、まあこの方がね、男性か女性か、まあでもダンディーって言ってるから男性かな。まあ基本的に、まあ俺が意識してるのは、まあユニセックスでも使えるんじゃないかなっていう、どちらでも使えるっていうのはやっぱり魅力かなって思うんですよ。今使ってる香水は、まあちょっとこうやって言うとなんかお前偉そうに何言ってんだっていう、何こじゃれづいてんのって思われるかもしれないけど、一応ね、まあシーンによって分けたり、あとはその時の車によって分けたりしてるんだけど、基本的にいつも使ってるのは一世三宅で、今までスタンダードにしてたのがクリニックのハッピーフォーメンってやつね。たまに変化を加えるんだったら、それこそなんだ、有名な香水で有名なドルチェ&ガッバーナ、ライトブルーだっけですかね、その3つを併用してる。まあたまにブルガリとか使うけど、まあ、個人的にはまだブルガリは早いかなとか、もしとこうそれこそダンディーな年になってちょい悪いになるかわかんないけど、その方がなんかかっこいいのかなとかちょっと思ったりしてますけど、初心者とかはわかんないけど、まあ香水をこうおすすめで誰にでも合うっていうのと、あとまあトゲがない匂いというならば、ポロ、ラルフローレンのポロスポーツとか、あとはトミーとか、なんかあの辺から入っていくといいかもしれない。まあシャネルとかになると割とこう攻めてるなっていう、それこそエッジの効いたって感じするけど、まあ最初はその辺がいいかなって思います。自分のね、カラーというか匂いがもうマッチするとよりいいですよね。でもなんかテイスティングじゃないけど、テスターばっかっていうと鼻がバカになりそうな気がします。ちなみに、まあ、中東に行った時にね、中東の人ってすっごい香水つけるの。でバーレーンでね、香水売り場というか香水ショップに入ったけどね、あれは本当にね、リアクション芸人も真っ青みたいな感じで、鼻が曲がんじゃねえかっていう香水もあった。でもあれね、数日じゃないな、ちょっと歩くと2、3店舗先のお店とか行くと、今だったらあの香りもう一回嗅いだら嗅げるんじゃねえかとか、なんかそういう、ちょっとこう、蒙古タンメン中本効果じゃないけど、今だったら食べれるよみたいな気持ちになるのが、なんかバーレーンの香水ショップだったという思い出があります。続いて、もう一人の自分参加いただきました。コンビニは人類の英知の結晶だと思います。それはすごいわかる。24時間常に迎え入れてくれて、何でも揃うなんて神レベルじゃないですかと。ケンさんの一番好きなコンビニは何ですか？はい、これはもう一択です。セブンです。もう何がいいって、ATM が使いやすいとか、まあ皆さんこう家から、じゃあ近くのコンビニまで歩いて何分とかあるでしょうけど、俺は、歩いて15秒、走れば5秒ぐらいのレベルなんですよ。だから余分にってか余計に買っちゃう。けどなるべく買わないようにはしてる。でもね、やっぱりね、こうね、夏とかになるとね、コンビニ前でたむろしてるやつとかいると、はちょっとめんどくせえって感じがする。けどやっぱり、セブン一強かな。まあ、ローソン、ファミマもいいですけどね。ファミマだって、なんつったって埼玉県発祥でしょ、狭山かなんかだった気がするけど、まあでもコンビニってなんかすごいいいなって思います。なんかどんどん楽になってる。逆によくこうコンビニで働いてるバイトの外人さんいるでしょ、あの人たちすげえなって思うんですよね。こんだけいろいろな情報だって、チケットもそうだし、特に俺たまに買うんだけど、収入印紙とかレターパックとか、そんなノーマーク案件でしょとかすごい思うんだけど、それでもなんかしっかりと対応してくれるコンビニの店員さんにも日々感謝ですよ。では最後にクラブ情報をお伝えします。まあ前回お伝えした、サッカー渋谷区リーグは見事に本当に初勝利2対1でね、
よくまあ勝ち切ったなと思います。まあでもそれも、すぐ切り替えなきゃいけなくて、まあ翌週に行われたフットサルの東京都4部リーグは、まあ、見事に完敗。まあなんだろう、チーム力の弱さと、うん、心の貧しさが出た試合だなと思いました。いやもちろんね、それはまあメディアに載せて伝えたいこともあるんですけど、やっぱりこう、まあ、悔しさしか残らないよね、でまあこればっかしは引きずってもしょうがないし、切り替えなきゃいけない。悪い方にいたところで本当にドツボにはまってて、まあ悪い方に行くとやっぱり気持ちもね落ちていくから負の連鎖が生まれるわけですよ。それをやっぱりどこかで自分で断ち切るのもある意味心の強さ、切り替えなきゃいけない。でそしてまた試合がやってくる。そうなんです、また今週末試合なんです。日曜日かな、日曜日は、サッカーの渋谷区リーグですね今度は。でこれね23日30日ってこう連戦なわけですよ。まあここでしっかりと勝ち点を取らないと、積み重ねていかないと2部残留っていうね大きな目標をやっぱ見据えてるので、まあ秀監督のもとしっかりやっていきたいなと思います。そうですね、あのねさっきあの合宿の話をお伝えしましたけどね、このタンブラーっていうのはね、まあ今俺がこう近い人はよく知ってるかもしれないけど、タンブラーをずっと俺は探してたの。というのも、なんだろう、なんかこのデザインがそれこそスタバだったりとかさ、タリーズとかさ、まあちょっと前タンブラー人気じゃないですか。だけどいつも思ってたのは、フータとも話したんだけど、タンブラーを持ったところで中身の魔法瓶とかね、飲み終わった時のもうその重さはもう苦痛でしかないんじゃないかと。まあ何をそんなこと言ってるんですかみたいなことを軽くあしらわれましたけど、持つんだったら愛着のあるものがいいと。でいろんなデザインもこう考えたんですけど、どうせだったら自分で作りたいと。で今回のこの20周年っていうのは本当に、まあ英知の結晶とまではいかないけど、各デザインセクション総力を挙げて作ったというか、みんなの思いが詰まっているタンブラーなわけですよ。まあもちろんね、それは別に欲しいなって思う人もいれば、別にこんなんいらねえよって思う人もいる。まあそれはね、そこまでで別にいいけど、少しでも多くの人に欲しいなと思ってもらいたい。ただ残念ながら数量限定なわけですよ。だからまあ早めの勝ちって別に煽ってるわけじゃないけど、本当にチームのことを理解してくれる人に持ってもらいたいなと思います。まあ黒と白のね2パターンあるんだけど、本当にまあ残り限られてんだけど、黒に関してはちょっとだけ、ね、あのお伝えすると20周年ロゴにこうペンがあしらってるわけです。でペンっていうのは、まあ、何を隠そうペンは剣よりも強しという言葉があるように、常に頭の中がこうフレッシュな状態で、そしてたくさん知識を、詰め込むというか知識を蓄えることによって、強くなりなさいっていうことですよね。でもう一個ね、白バージョンに関しては、まあ、飛行機がこうあしらわれてるわけですね。でそこに関しては、まあ、俺の個人的なメッセージで、まあ、鍛えた翼は強いと、まあ、過去に何度かお話してますけど、そういう気持ちを、このタンブラーに載せてるので、まあなんだろう、一見の。さてさて、活動内容は引き続きインスタグラムや YouTube をご覧ください。にしてもサムリーブス結構終わるの早くないっていう、これもう1時間でも2時間でも、それこそラジオのパーソナリティじゃないですけど3時間でも話せるんじゃないかなっていうぐらいね、皆さんにお伝えしたいことがいっぱいあるんですよ。まあその辺はおいおいと。質問や投稿メッセージなど、お問い合わせはインスタグラム、メッセージかメール、またはサムリーブスの動画にコメントする形でも結構です。さてベアラ FM サムリーブスもエンディングのお時間です。最後までお付き合いいただきありがとうございます。ベアラ FM サムリーブス、いかがでしたでしょうか。またラジオの前でお会いしましょう。ドロービングフューチャー、お相手はナビゲーターのケンでした。グッドラック。